はい、皆さんこんにちは。サラムレクム、ごきげんよう。アマルです。よろしくお願いします。今日は名詞の訂正をやっていきます。以前、定冠詞をやった時に、定冠詞ちょっと分かりづらいっていうこともあって、それに付随して今日は名詞の訂正っていうのをやっていくんですけど、アラビア語の名詞っていうのはいろんなもので区別されます。まず、性ですね。男性系、女性系で、数、単数、総数、複数と、格ですね。主格、属格、対格などなど、いろんなことで分けることができますが、今日は限定と非限定、不定ですねをやっていこうと思います。はい。で、不定、名詞が不定であるかどうかをどう判断できるかということを勉強します。はい。まず三段変化の名詞が主流なんですけど、例えばキターブっていう名詞があったとして、とある本ですね。これは主格の時は語尾がキターブンで、属格だとキタービン、対格だとキターバンです。で、これはいわゆる単ウィンってやつですね。キターブンとキタービンと、対格の時はアリフがついてキターバンです。はい。で、二段変化の名詞もあって、サハラーっていうのが結構、二段変化で有名な名詞なんですけど、砂漠です。主格の時は、語尾がウで、これは単ウィンにすることができません。サハラーウで、属格対格がサハラーアです。で、イダーファ名詞句っていうのもあります。イダーファ構文をいずれやると思うんですけど、何々の何々、例えばアマルのペンって言った時にカラムアンマリンってなります。日本語ではその持ち物の持ち主は先に来るじゃないですか。で、英語でもアンマールスペンって先に来ると思うんですけど、アラビア語では最後に来ます。ペンって言った後にその持ち主がついていきます。なので、で、その持ち主は最後属格になりますっていうのがポイントです。イダーファ構文ので、その持ち主が属格の名詞が不定の場合は、その名詞句自体は不定になります。持ち主が不明だからってことですね。今のアマルのペンっていうのは持ち主が判明しています。アマルが持ち主です。ただ、とある先生って言った時にムダルリスって言うんですけど、そのとある先生が持ってる本っていうのは持ち主が不明なので不定になります。キターブムダルリスで、とある先生の本ってなるんで、この名詞句自体は不定になります。はい。次は限定です。名詞が限定であるかどうかを区別するには、この5つのことが、判断基準となります。まず定冠詞がついている場合、アルキターボ、その本、特定の本ですね。で、設備代名詞がついている場合、認証代名詞が名詞にくっついて、名詞の最後にくっついて限定するっていうことがあります。キターブフ、彼の本ですね。フっていうのは彼の、設備形なんで、彼の本で限定されています。で、この認証代名詞とか指示代名詞っていうのはここにもあるんですけど、いずれやります、習います。で、固有名詞、人の名前とかですねは、限定です。例えばこれ私の名前なんですけど、アンマールン。仮にここに、タヌインがついていて、あ、これ不定なんじゃねって思うかもしれないんですけど、固有名詞なんで限定です。で、さっきの不定で挙げたイダーファ名詞句で属格名詞が不定の場合は不定なんですけど、これが限定の場合、例えばさっきの例と同じなんですけど、とある先生の本っていうのはさっき例で出したんですけど、今回は
特定の先生ですね。アルモダルリス、アリフラムがついているので特定です。限定の先生の本はこの名詞句自体も限定と扱われます。で、さっき言った認証代名詞と指示代名詞ですね、これはいずれ習います。はい、最後にですね、名詞と形容詞の訂正の位置っていうのを習っていきます。形容詞っていうのは、アラビア語では名詞の後に来ます。で、この時に訂正と、性別、男性形なら男性形、女性形なら女性形と、数、単数、総数、複数と、各、主格、属格、対格が名詞と形容詞で一致しないといけません。で、小さい本っていうとキターブン・サギールって言うんですけど、この時にキターブが不定ですよね。なんで形容詞も不定になります。で、アルキターブ、その本、その小さい本って言いたい時は形容詞もアリフラムがついて限定されるということですね。で、性別で見ていくとキターブっていうのは男性形なんで、サギールも、男性形になる。で、数で見ると単数なんで、サギールも単数にしないといけない。で、格で見ると、主格なんで、形容詞も主格になる。っていうふうに名詞と形容詞はこの4つ全てを一致させないといけないっていう法則がアラビア語にはあります。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。